キャッシー中島さんのリポートでご覧ください。私ね見ちゃったんですよ、マイケル・ジャクソンを2回も。もうすっかりあの踊りにかぶれてしまいましたけれどもね。ここはなんと原宿なんですけれども、歩行者天国で向こう見てください、すごいパフォーマンスなの。いろんなグループがあって踊りもいっぱいあるんです。で今日は実はそこにねマグロちゃんっていう女の子がいるんで、その子がちょっと面白いらしいんですよね。だからちょっと訪ねてみたいと思います。じゃあカメラさんも一緒に乗りながら、えいえいえい、確かねこの辺だったと思うんですよね。あここにねマグロちゃんって呼ばれてる子がいるって聞いたんだけど、はい、います。あ、姉はマグロ姉ちゃんで、あの島の人いるの、はい、あ、彼女だ。でもエネルギーね、もう私なんかとってもじゃないついていけないけれども。ところでね、でブレイクダンスを始めようと思ったらどうして？昔からあの女の子がやることっていうのが好きじゃなかったんですね。やっぱりそういうブレイクダンスっていうのはあんまし女の人がやりませんよね。あんまり聞けないですね。その魅力ってどういうところ、なんかかっこいいなと思ったのどうして？やっぱり黒人の人から来てますね、うん、まあ、日本人の人が踊ってみていいか悪いかっていうのは個人差もありますけれども、うん、やっぱりこう他人の目から見てこうおかしなことをやるっていうのはなんか、あ、なるほどね。マグロちゃんの生き方でこういうふうに自分はしたいんだっていうものはあったら教えてほしい。まあやっぱり自分がやりたいなと思ったことはいつでも素直にやっていたいですね、うん、まあ年取っても自分がやりたいと思ったことやってればすごく若く見えるし生き生きして見える。全然今ね一緒に踊ってたってね全然そんなね、私本当もっと若いと思ってた。だそれが一番あなたらしい生き方なのかもしれないね。そうですね。でも将来の夢っていうのある？今ブレイクダンスやってる人間いますよね、うん、いろいろとそうすごくいいものをみんなたくさん持ってるんで、それをこう引っ張ってなんかこう仕事に、要するにプロデュースをしたいということ、そうですね、それはとっても素敵な夢だと思う。だってまだあんまりやってないからね、今のうちって感じだもんね。そうです。